はいどうもこんにちは、今回はですね理系の大学生が在学中におすすめの資格を紹介したいんですけど、資格ねそんなに詳しくないので、資格のスペシャリスト資格スクエアの代表の紀藤さんに来ていただきました。お願いします。はい、紀藤です。お願いします。資格スクエアって何なんですかね。資格スクエアっていうのは、資格試験をオンラインで学習できますっていう、ウェブサイトですね。なるほどなるほど。簡単にね自己紹介させていただくと、私もともと弁護士をやってまして、その時にこう法律を学習した経験があってですね、もうちょっとこうみんなに分かりやすく法律を学習してもらえるサービスないかなと思って、資格スクエアっていうサービスをやったんですけども、大体その司法試験とかをはじめとして20資格ぐらい扱ってるんですね、で、それ以外の資格もいろいろ見てるんですけど、理系の人がやっぱりね活躍しやすい資格っていうのがあるんですよ、やっぱりね、いくつかあるんですけど、まず中小企業診断士っていう資格がありますよね。中小企業診断士知ってます？なんか中小企業診断士なんかイメージですね。さすが理系ですよ、字面から追ってく感じ、まずね、ロジカルですよね、そこね。中小企業診断する資格なんですよ、中小企業診断士っていうのはね、MBA ってあるじゃないですか、MBA って聞いたことありますよ。あります。経営学修士のことなんですけども、それを資格の形にしましたっていうのが中小企業診断士なんですよね。でその中でいろんなことを学ぶわけですよ、経営の理論も学ぶし、経済学も学ぶし、もちろん法律も学ぶし、あとはその情報システムみたいなところも学ぶんですよね、経営っていうのは総合格闘技なんで、そのいろんなものをまんべんなく学んでいって中小企業を診断できるようになりましょうよという資格なわけですよ。結構じゃあ広く学ぶんですね、経済とか経営のことを。そうですね。なるほどね。だから理系の方であればすでに学習しているようなことも結構あると思いますよ。あとはその情報システムの試験があるので経営情報システムっていうのがあるんですけど、もう最近だともう IT 化社会なんでね、やっぱシステム分かんないと話にならないわけですよ。でやっぱり理系だとそこら辺の時代サーバーって何ですかとかね、そういうの分かってる方が結構多いので、そういうところも勉強していくってことですよね。なるほど。じゃ ガチガチの文系の人がこの資格取ろうと思うと結構じゃあ最初そういう部分で苦労するってことですね。そうですね。じゃあそこを最初からクリアできてるから、意外に参入しやすいっていう。そうですね、そうですね、あとねやっぱり、ね、参入した後もコンサルティングをするわけですよね、中小企業診断士っていうのは。でそのコンサルティングをするときにいかにこうロジカルにものを考えるかみたいなのが重要なんで、やっぱりその理系の方って基本的にロジカルじゃないですか、そういう理系的な考え方の方に向いている学問なんですね、なるほど。意外にちょっと一発目から想像してないやつが来てる中小企業診断士そうなんです。なんかもう最初の実力から言ったのも理系感ゼロですけどね、あそうね、中小企業の定義が気になるぐらいの。あ、やっぱそこは理系だと気になる。どうかなだから。従業員何名以下で、資本金いくら以下でみたいなやつです。気になりますね。でもね、ほとんど中小企業ですね、会社って。そうですよ。日本にある企業の 99.数%はもう中小企業ですから、もう日本にあるのはもう本当に何も知られない企業ばっかりなんですよ。でもその企業が日本のインフラを支えてるわけですね。日本の底力を支えてるわけですよ。なのでそういう企業が、元気よく社会に出ていける、そういうことを支援する仕事が中小企業診断士の仕事なんですよ。すごい、今これカメラにしてるか分かんないですけど、めちゃくちゃやっぱチョップしますね。河原のなんかちょっと映像作ってみたいな。あ、そうですね。ガチャーって。なるほど、中小企業診断士がじゃあ一つ。そうですね。もうないですか、じゃあ。いやいや、ありますよ。資格のプロフェッショナルなんだけど。舐めてました。待ってよ、もう呼び伸びさん。いやいや、匠さん、呼び伸びさん。待ってよ。弁理士っていう資格があるんですね。また理系っぽくないですね。知ってますか、弁理士って。漢字変換できてます、大丈夫ですか。できてます。弁理士の弁は絶対使ってる。理科の理。そう、理系の理。本当に読みのりの理。全然読みのりの理じゃない。読みのりの理ではない。あまり理科の理じゃないですね、はい、弁理士っていう資格があるわけですよ、これは主に特許の出願とかをするんですけれども、知的財産権ってあるじゃないですか。あ、知的財産権の授与取ってました。知的財産権の授与取ってた。なんで取ったかっていうと、これはなんかよくある根拠ない自信なんですけど、自分ならいずれ誰も思いついてない発明するだろうと思って、そういう時に知的財産権を勉強しようと思って授業を取ったんですけど、まだ今のところ使えたことはないですねいやでも本当に理系の方にとって特許っていうのは身近なものなんですよ。やっぱりその理系の方っていうのはその権利意識とかそういう部分がですね弱いケースが多いんですよね、そうですね、実際そうなんですよ、でも未来を作り出しているのって私思うに理系の方なんですよね。弁理士っていうのはその特許出願したり知財戦略、知的財産の戦略を考えたりする仕事で、ぶっちゃけた話理系じゃないと仕事として成り立たないですね。マジっすか。マジっす。あ、そうなんだ特許の出願っていうのはものすごい専門的なんですよ。
なので化学式とか、機械の動く仕組みとかそういうのが分かってないとそもそも特許出願書に書けないわけですね。だから弁理士を勉強する人の9割は理系です。意外すぎる。そうです。そうなんですね。そういう専門的な知的財産とかかる部分は結構理系が多いんですね。そうです、そうです。理系メインの世界ですよね。なんか最近妄想したことあるんですけど、知的財産権なのか分かんないですけど、まあ詳細言えないですよね、盗まれたら困るんで。いつもね、ゴミ出しするときに、なんでこれ曜日が決まってるのっていつもイライラするんですよ。なんか、もう曜日、あ、忘れたと思って、なるほど、うわ、もう次までわかるですね。わかるわ。なんだこのシステム、なんでまだこんななんか情報化社会に飛び込ってるのって、ちょっと自分いいやあるんですけど、じゃあこれ終わった後で相談してみていいですか。言わねえのここね。言わねえの。バクられたくない。ガチで。ガチで考えてやったんですよ。まあでもちょっとこれは言えない。カメラ回ってないと思う、ね。はい。はい。撮ったらじゃあ。撮ったじゃあ誰かあの視聴者の中で弁理士の資格取ったら、あの DM くれればね、あの相談します。なるほど。いや意外なものが来てますね。そうっすね、うん、そして3つ目はあるんですね、まあ、AI 検定っていうのがあるんですよ。これは理系だ。これは理系でしょ、でしょ。 AI 検定、 AI 検定っていうのがあるんですよ。そうなんですよ。知ってます？ AI 検定。 AI って何ですか？ AI 人工知能です。そうですよ、人工知能っすよ、はい、うん、人工知能に関する試験っていうのがありまして、で、まあ、G 検定っていうのと E 検定っていうのがあるんですけど、はい、そのゼネラリストの G ですよね。ジェネラリストエンジニアの E っていうのがあるんですけど、まあ、要するに簡単に言うと入門編と発展編みたいな話なんですよ、はい、で入門編は文系でも理系でもまあ受けられるような、まあ、ある程度ジェネラルですね、こういう感じの試験なんですけど、はい、変わらすげえ笑ってるんですけど、はい、E 検定っていうのは、エンジニアの人が受ける試験なんです。だから応用数学とか入ってるんですよね。これ見てるとほとんど理系ですよね。そうですね、ほとんど理系ですね。だからなんていうんですか、偏微分とか、なんだったかな、行列のなんか、なんか足し算掛け算みたいなやつとか、はい、要するに数算数式でもやんないようなやつですよ、はい。そういうやつを使って、機械学習、Python っていう言語を使って機械学習をさせていきますよ、ということをやるんですよ。で、G 検定っていうのはそれのこう概要を理解してるかっていうのを問うような、まあ、検定ですよね、はい、結構自分も AI 興味まで勉強した方なんですけど、AI 検定って聞いたことないんですよ。本当ですか？なかった。まあ、そうなんですよ、2017年にできた試験で、それはめっちゃ新しいでしょ、もう東大の松尾先生っていう、まあ、超有名な先生ご存知だと思うんですけど、その先生が立ち上げた日本ディープラーニング協会っていうのがあるんですけど、その協会が主催している試験で、まだね、試験としてはね、2回しか行われてなくて、2018年の11月に第3回目が行われるみたいなね。新しい、めっちゃ新しいんですよ、でもうね、毎回すげえ受験者数が増えているので、もう取るんだったら今のうちですよっていう試験ですね。G 検定ってジェネラリスト全然イメージできないです。エンジニアの方分かりました、なんとなくガチガチにプログラム組める人のための試験。そう、 G 検定って何やるんですか？ G 検定はもうそのプログラムの概要理解ですよ。だから例えば、なんだろうな、ディープラーニングには RNN という手法がありますと、まあ、リカレントニューラル。おい知ってる、すごい、さすが。分かりますか？ G 検定。ちょっと発音良かったもんで、そういうのが、じゃあ得意とするのはどういう分析ですかみたいなね、顔は画像認識なのか、時系列分析なのかみたいなね、そういうのを問うんですよね。あ、じゃあ、文系の人とかでも受けれるっていう。文系、で私受けたんですよ。あ、私第2回目受けまして、受かったんですけど、受かったんですけど、めっちゃ勉強しましたね。難しいんですね、なんか。あのね、偏微分しなさいとか。あ、結構じゃあ本当にそれこそ理系は有利に進められる。理系はめちゃくちゃ有利です、ね、E 検定の方は参考しないけど、 G も結構そういう要素が強いんですね。そうですよ、たくみさんの動画にもあると思いますけど、はい、あのね、講義とかだと、いやこれは皆さんご存知のベイズの定理でしてみたいなことで、ベイズの定理の説明一切されないんですね。それは難しいな、ベイズの定理みたいな。、うん、じゃあ今持つと結構先進的でかっこいいですね。そうっすね、あの、計算省がその AI 検定を持ってる人を10万人作ろうっていう動きでやってるんですが、もう応援してるんですよ、その国が目標としてる。そうです、だから経済産業大臣の方がそのディープラーニング協会を応援しているので、もう今後ね、これが爆発的に増えていくことは間違いないですよ。熱い、熱いっすよ。じゃあもうみんな取り出したら、もうそこら辺で、あ、これ裏では CNN 動いてなんか言ってる人たちが増えるってことですね。そうっすよ、そうっすよ、放送局じゃないですからね、 CNN っていうのは。いいですか、畳み込みの方ですよ、畳み込みの。すごい。なんか今じゃあそういうのあるんですか、企画とか文系の人でも取れるみたいな、それはね、あのね、東大 YouTuber の話してます？はい、もっちゃんの話、たくみさんの友達の、はい、もっちゃんがなんと AI 検定の G 検定に挑戦すると。でも彼女ガチガチの文系、彼女ガチガチの文系ですよ。しかも東大まだ卒業してないですから。
大丈夫か、なまりになまってると思いますけど、頭そうっすよね。でも取る。でももう1ヶ月ちょっとぐらいしかないんですけども、勉強し始めてからね、11月の試験なんで、2018年11月の24日の試験なので、もうほとんど時間ないわけですけど、うん、もっちゃんは弊社の講座を使ってね、うん、で浅川先生という業界の権威の方の意見も踏まえながら、すごいな。じゃあもっちゃんが偏微分するとかですか。もっちゃんが偏微分を学ぶ需要はありそうですね。そうマニアックな需要がありそうですよ。もう匠さんの動画をみんなで見て、うん、ベーズの定理とか勉強してからのもっちゃんですよね。なるほど。もっちゃんがベーズの定理で苦しむのを見るみたいな。いいね、理由がありますね。もうおしまいですよね。ん、もうおしまいですか。じゃあもっと出してほしいですか。理系の人に僕が最もお勧めしたいのは、僕が弁護士だから言うわけじゃないですけれども、予備試験です。司法試験。司法試験、はい。理系の人で司法試験を受ける人って実は結構います。で、こういう人は何がいいかっていうと、対極にあるわけですよ、司法試験っていうのはね、うん、文系の最高峰の試験なので、はい、シナジーがめちゃくちゃ効くわけですよね、うん、例えば何かのね、どっかの研究所の研究者の方が司法試験に受かりましたって言ったら、もうここら辺のこうネットワークがめちゃめちゃあるわけじゃないですか、うん、で、そういうところって新しい発明とかいろんなこう契約とか生まれてくるんで、ものすごい弁護士に相談したい事項が現れるんですけど、うん、ここの周りの人ってみんな理系なんで、うん、法律のことよくわかんないんですよ、うん、でも仮にこの人がね、対極にある文系の最高峰である司法試験を受けたとしたらどうですか、たくみさん。めちゃくちゃいい。たくみさんが今弁護士だったらめっちゃやれることある感じしません？あるし、行ってみたいですね。どうって、つけたい、これつけたい、つけたい、つけたいっすよね。つけたいな。キンキラキンしたい。でも司法試験ってめちゃくちゃ覚えることがたくさんあるイメージなんですけど、そうですね、何かいい覚え方とかあるんですか。いいっすね。もうさすが YouTuber は違うな、やっぱり振りが見えますか。おぉ、偶然にも偶然。はい、あ、置いてあるとこ、なんか置いてありました、ね、最初から触れてほしいのかなと思って、至るところに置いてあるんですよ。すごいですね、これなんか見えますかね、表紙単語カードバラバラにしてる感じ。覚えたぜっつって。どういう絵なんだろうな。資格試験に忙しくても一発合格、超高速暗記術ですよ。超高速暗記術です。いいですか、覚えてくださいね。超高速暗記術ですよ。皆さんがこういう資格を勉強するときに暗記をしたいと思ったら、もうこの本を見ていただくと、まあ、こう漫画でね、こう覚えることが分かりやすく書いてあるわけですよ。これね、すごい売れてるんですよ、人気なんです。そうなんですね。そうなんですよ。なんか暗記ノウハウで漫画なのは新鮮ですよ、なんか。そうっすよ、そうっすよ、うん、すごく。しかも司法試験とかじゃなくて、もう暗記全般にわたるこうノウハウが書いてありますから、うんうんうん、本当だ、ここに簿記検定とかね、TOEIC とか。そうっすよ、そうっすよ、ね、そうっすよ。なんかまあ、じゃあ本以外にも何か。まあね、この本ね、まあ本当買ってほしいんですけど、うん、こんなもん買ってらんねえよ、こんな時間ねえよという方もいると思うので、うん、今回せっかくこの呼び飲みチャンネル、たくみチャンネル、うん、チャンネル見ていただきましたんで、そっからね、私も資格スケアチャンネルってのやってるんですよ、YouTube で、うんうんうん、で、それに登録していただいて、うん、何チャンネルがいいですか、呼び乗りチャンネルがいいですか、呼び乗りから来た、じゃあ呼び乗りから来たんです、呼び乗りから来たよっていうふうに、はい、資格スケアチャンネルにコメントしていただいた方には、うん、これのエッセンスをまとめたね、うん、暗記のための7か条っていうのがありますから、うん、それをね、まあ、トイレに貼っていただくのも何でもいいんですけど、うん、プレゼントするんで。お、なんか一昔前のYouTube の手法。それ裏話でしょ。それバラさないやつ。でも逆に新鮮。え、プレゼント昭和だから。もう平成終わるって昭和だろ。結構まあ新鮮と思います。そうなんです。なるほど。でもその7か条の中には、あのあれですよね、キャベツになんかいろいろ暗記事項書いて食べるとかじゃないですか。そうそうそう、そういうやつじゃないですよ。単語カードバラバラにすると思います。安心しました。もうちょっと本質的なこと書いてありますから。はい、はい、いや、ありがとうございます、はい、結構ね、やっぱりイメージにないものがたくさんあって面白かったです。本当ですか。はい、まあ、じゃあもっちゃんのね、その G 検定でしたっけ。そうですね。でもね、期待して、概要欄の方にですね、リンクを貼っておくので、ぜひそちらからもチェックしてみてください。ということで、じゃあ今回はありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。